皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。昨日はお知らせをしていなかったんですけれども、 NHK の金曜日の空たちへという番組に出演をさせていただきました。ご覧いただいた皆様ありがとうございます。 YouTube でお伝えしてなかったんで、ご覧になってない皆様申し訳なかったんですけれども、再放送もあるみたいなので、もしよかったらチェックして録画してみてください。本日はですね、また動画についたコメントにお答えをしていこうと思います。産婦人科ってこんなとこという動画についたコメントです。ヒッタンスマイルさん、排卵痛と生理痛で婦人科を受診しました。腹部エコーで右の卵巣が見えにくいと言われ、再度受診しなければなりません。性交渉の経験がないので肛門からの診察をと言われています。便秘なのでどうしたらいいですか、ということですね。今までも私の動画でお伝えしてきたと思うんですけれども、子宮卵巣超音波で見たいときに、性交経験のない方、挿入経験のない方はお腹の上からの超音波検査をしますというふうにお伝えしました。それでどうしても見えづらい場合とか、より子宮とか卵巣を精密に見たい場合っていうのは、まあ、経腟の超音波検査見えやすいんですけれども、性交経験のない方の場合はお尻から同じような超音波の検査を入れて検査をすることがあります。で、正直便秘かどうかというのはあんまり関係ありません。もちろん便秘じゃない方が詰まってないんでいいんですけれども、お通じがあっても見えますので、それはそんなに心配しなくていいかなと思います。肛門からの診察っていうと結構大丈夫って思う人も結構多いんですけれども、肛門っていうのはお通じが出るところでもあるので、お通じの太さよりもずっと細いような、どんくらいでしょうね、親指の太さと同じくらいの棒状の機械を入れるので、性交経験ない人が膣から超音波の検査を入れるよりもずっと楽にスッと入ることが多いので、そんなに構えすぎなくていいかなと思います。もう絶対にお尻の方から診察しなきゃいけませんよというわけではないので、どうしても嫌な場合はちゃんと医師とコミュニケーションをとって、お腹の上からもう一回できませんか、みたいな風に言ってもいいかなと思います。ただ実際先ほども言ったように、お腹の上っていうのは脂肪が分厚かったりすると見えづらかったりしますし、お小水が溜まってないと見えづらかったりするんですよね。実際ただやっぱり内診台にどうしても上がりたくない、上がれないという方もいらっしゃいますので、そういう場合には本当に見たい場合は CT とか MRI とか画像検査もありますので、内診台がどうしても苦手な方っていうのはその時産婦人科医にお伝えしていただければいいかなと思います。それではもう一つコメントを読みたいと思います。いちごさん、質問です。閉経後5年、わずかな不正出血が2ヶ月に4回あり、子宮体がん組織診を大学病院で外来でやり、検査はできたと言われてましたが、2週間後の検査結果は診断する細胞数が足りずに判断できないと検査部からの用紙に印刷記入されてたが、担当医がその用紙に自筆で悪性所見なしと私の前で記入されました。担当医は口頭で私に異常なしです。検査期間はそのように書かずるを得ないけど、がんがあれば少なからず悪い細胞出るから大丈夫と言われました。授業の若い医師でいらっしゃいましたが、検査に不慣れだからきちんとたくさんの細胞が取れなかった可能性はありますか？子宮内の細胞を吸い取る検査で二回りされてました。内膜は2ミリ弱です。萎縮性膣炎と言われましたが心配です、ということですね。これ実際確かに子宮頸がんの検査でも子宮体がんの検査でも、細胞を取ってスライドガラスに乗せて病理検査といって顕微鏡で見る検査に提出するんですけれども、細胞が見当たりませんっていうことはたまにあります。これは2種類あって、スライドグラスに乗せた後にカラカラに乾いてしまった、要はですね、検体の扱いが良くなかったっていう場合と、本当に細胞が取れなかったってことがあるんですね。その場合はですね、医師の腕とかいうわけではなくって、もともと細胞が少ないところから細胞を取るっていうのは結構難しいんですよね。そしていちごさん、閉経後5年ということで、閉経して時間が経つとどうしても子宮内膜といって子宮の内側の膜が薄っぺらくなるので、細胞がすごく少なくなるんですよね。なのでこういう結果になりがちというのもあります。しかも子宮内膜が2ミリ弱ということで、かなり薄っぺらいので、実際に私もこの医師ではないので分かりませんけれども、そういうこともあり得るというふうに思っておいていただきたいなと思います。なので、まあ、経過観察をしていって今後も出血が続くようだったりしたら、また受診して改めて検査をするというのでもいいかなと思います。そしてですね、助教の若い医師でいらっしゃいましたが、検査に不慣れだからきちんと細胞が取れなかった可能性ありますか、というふうに書いてありますけど、助教っていうのはある程度の中堅なんですよ。ちなみに私も助教です。助教っていうのは一般的な産婦人科の診療をちゃんとやって、産婦人科の専門医を取った後にしか助教っていうのは基本的になれないので、ある程度もおそらく
医師 7,8 年目以上なんじゃないかなと思います。仮にですね、助教じゃなかったとしても若い医師だったとしても、子宮体がんの検査ってのは一般的にかなり産婦人科でやられてるような、本当に一般的な検査ですので、若いからできないってことはないかなと思います。まあ、ただしやっぱり検体の管理とかって、まあ、看護師さんとかヘルパーさんとかがやってたりする場合もあるので、そっちがうまくいってなかったっていう可能性もあるので、まあ、いろんな可能性が考えられるかなと思います。なので先ほども言ったように、不正出血が続くようであればまた受診して検査をしてもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。本日はですね、経直腸エコーの時お通じが溜まってても大丈夫ですかっていうことと、あと子宮体がん検査で細胞がなかったんですけど大丈夫ですかっていうお答えをさせていただきました。その状況を見てないので具体的にアドバイスをするっていうことはできないですし、診察というのはできないのでわからないんですけれども、わからないことは何でもその担当の先生に聞いてもらえるといいかなと思います。経直腸検査でどんな感じですかとか、肛門の検査って痛くないですか、お通じ溜まっても大丈夫ですかっていうのを聞いてもらったりとか、子宮体がんの検査で細胞がないというのはどういうことですかとか、出血があればまた受診した方がいいですかとか、ちょっとでも疑問が残るとやっぱりモヤモヤしてしまいますので、ぜひ聞いてもらえるといいかなと思います。そしてですね、まあ、一個のところでちょっとこの先生聞きづらいなとか心配だなという場合には、どんどん別のところにかかっちゃっても私は正直いいかなと思います。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が面白かったな、役に立ったなという方は評価お願いします。たまにですね、ご質問に対して動画でお答えをしたりしますので、よかったらコメントをお待ちしております。それでは産婦人科医の高橋れなでした。またねー。